内に積まれる6番根田はどうしますか。外1番の松浦構えて今前へ変わっていきます。残り2周切りました。1コーナーから1センター、レース動かす1番松浦、マーク4番の稲川、そして8番のシッチ3番手、2番平原は4番手に入っています。そのマークは9番の諸橋、3番中川、前から数えては6番手、7番手7番の杉森、後方に下げた6番根田、5番の森沢です。さあ金が入って3コーナーから4コーナー、1番の松浦先頭で様子を見ています。2番の平原中段から動いてきました。さあ平原が先頭に変わりまして、まもなく残り周です。マーク追走は9番の諸橋、3番の中川も踏み上げて現在は3番手アウト、1番の松浦と並走、1番の松浦3番手取り切るか、その後は4番の稲川、外並走が3番の中川、残り半周を切ります。2番の平原先行して番手は9番の諸橋、そして3番の中川さらに前へ踏んでいこうとする、その内側に積まれた1番の松浦どうする、直線へと帰ってきました。2番の平原が先頭で帰ってくる、2番の平原コータそのまま逃げ切りとなりましたか、それとも9番諸橋か、最後は接戦です。